最後、診察終わってよく忘れちゃってることがあるからさ、はい、聞いてください、もしくは止めてください、終わったら、はい、もう一個カプセルの中身で入れたらみたいな感じなんで、なんかいろいろ物が出てくるんだけどさ、あった場所にしまうということなんで、基本はなんか物が出てくるんだけど、どこから出てきてるかなって思ってくださいね。はい、一つこう向ってさ、しね、はい、食べるときにさ、目の粗い方を下にして食べてほしい。はい、錆びやすいから、目の細かい方を下にする、粗い方。はい、やりながら気づくから、ここに使った注射器が出てくるから、針は針が手を繋ぐところで、あとは洗って指下に流れておいてください。ここに洗った、こういった使った歯ブラシなんかは一番こっち消毒液が入ってますから、10秒以上つけて、ご飯できました。いいよ、やって知っちゃったら、今どこぐらいなのか、こなさそうだ。これ何グラムだっけ、夜は65。朝が65。リスタートにしてやって、できました。はい、今度は。今度は。